ンクレット。王女様はこの先だ。今はまだ無事だが、急いだ方がいい。くだらねえもんを無視して秘跡を手に入れてやったぜ。そいつを返せ。その秘跡にはフォンジャンテーンの思いがこもってんだ。お前らが手にしていいもんじゃねえ。それは君のために壺だくみになってくれたやつの仲かい？ならあっさり奪われちゃダメじゃないか。卑怯な真似しやがって。それでも継承候補者か。そんな奴にコロッと騙されてさらわれちゃったのは誰かな。威勢がいいだけで王様になれるなら苦労しないよね。カラカラ弟よ、あまりメス猫ちゃんをいじめるんじゃない。ほら見ろ、今にも泣き出しそうじゃねえか。助けてにゃんってな。いで、なんだなんだ。さすがに頑丈ですね。不意打ちとは卑怯なやつめ。あなたに言われたくはありません。あのブネワの腰銀じゃねえ、爪の足止めは受け持つって話だっただろうが。その話詳しく聞かせてもらいましょう。おいおい、こっちには人質がいるんだぞ。投手にしてはやる方だよ。狙いがメス猫じゃない以上何もできない。いいぞコーナー。ラマチ、怪我はないかい？ああ、助かった。どうしたもが、切りやがって、まとめてぶっ殺してやる。目的の秘跡は奪ったんだ。ここは飛行。ゾラージャにやられたところも万全じゃないし。うるせえ、こいつらをやった気にしなきゃ俺様の気が済まねえ。こんなところでやられちゃったら兄弟たちに合わせる顔がないよ。それでもいいの？すまねえ、その通りだ。あなたも他局だ。くそ、待て、爆風車じゃ。オウカ、
目標は達成しました。ラマチの安全確保を優先しつつ戻りましょう。